は美容師道場の直吉です。今回のテーマはこちら、バッサリ外ハネボブ。かわいい、かわいい。もうこれね、仕上がりなんですけれども、まあ外ハネにも巻いてる仕上がりなんです、うん、かわいい。で今回はベースカットとあとそぎだったりとかを、メインでね、しっかりしっかりモデルならではのやつを話していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあモデルさん切っていこうかなと思います。でもういきなりね、このブロッキングから。もうポイントあるんですか？もうポイントがあります。お得意のブロッキングからの説明なんですけど、モデルさんが、こういう外ハネボブ切るのに対してかなり、股間がここからグッて曲がってるんですよ。上がはいここからね、グーってこっちに入ってくるんですね。ああ、入ってますね。入っていくと思うんですね、はい、だからこれをもっと後ろにしちゃったりとか前にしすぎたりとかすると、この境目が分かんなくなっちゃったりとかするんで。なるほどなるほど。この骨格が変わるところで、ブロッキングを取ります。おお、はい、やっぱこういうのがやっぱ骨格に合わせていくとかっていう話にはなってくるんですよね。ウィッグじゃなかなか伝えられないですよね。そうなんです、そうなんです。基本的に切り方は、あの外ハネボブの切りっぱなしのやつ、切りっぱなしのやつで切ってきます。ちょっとイングラ気味に入れていくやつですね。そうです、そうです。で、切り方はあの柔らか質感ボブ、あの深めのチョップ、チョップのやつを切ってきます。で、まあなんでかっていうと、やっぱり外ハネなんで、はい、巻くじゃないですか。巻きますよね。なんでどっちかっていうときっちり切るっていうよりかも質感の方が大事。外ハネボブね、質感難しいんですよね。そう、どうしてもね、こう巻いた時にボテッとしちゃったりとか。そうなんですよ。しやすいじゃないですか。はい、だからそういうのをなくすためにも、この最初のベースカットからきっちり作っていくと。なるほど。それは大事ですね。モデルさん毛量多いですしね。そうなんですよ、モデルさんね、なかなか今回はね、毛量多いんで。で、次のパネルからは、まあ5ミリぐらい、ちょっとずつ長くして。さっきのパネルよりもちょっと長めにですね。はい、長めに切ります。で、引き出すのは、あの外ハネ部分の時とかはラウンドでグッて入っていっちゃうよりかも、最初はやっぱりボックスの方がいいかなと思います。なるほど。角が切れちゃったりとかすると、最初からね、はい、あの角があるとね、意外とデザインしやすいというか、はいはい、後から融通が効くというか、どこまで削ろうかなが決められるじゃないですか、こっち、はいはいはい、ここいきなりラウンドでこうやって切っていっちゃうと意外と前が長くなっちゃったりとか。なるほど。しやすかったりするんで、ここの長さ残しといて、ちょっとずつサイドにつなげるときから前上がりにするかとか、そういうのを決められるようにここはちょっと残しておいた方がいい。長さのね、剪定が意外と難しいんですよ、外ハネボブって。こうやってちょっとずつ長くしていくじゃないですか。そうですよね。だからそういうのがずれないためにも、ラウンドで切るよりかもまずは外ハネで、あ、外ハネじゃない、ボックスで長さを残しておくっていうのもポイントですね。はい。で、ボックスで切ってるんでこうやって前持ってきて、絶対ここがペロンって長くなるじゃないですか。はははは。ここを最後に落としてあげる。確かにその方が失敗は少ないですよね。そうです、そうです。いきなりこうラウンドで下から切っていっちゃうよりかも、全部ボックスで切ってから前にパッと持っていくと、ここがこういう、わかりますか？あ、本当だ、こういうラウンド、ボックスがなくなりましたね。そう、ボックスがなくなった。で、内側はここは短い。お、本当だ、イングラしっかり入ってますね。イングラしっかり入って上にこうかぶさって、はい、で、巻いたらここグッと入る、ね、はい、感じになってます。はい、はい、じゃあ、サイドの方移行していくんですけど、外来にするのはこの襟足の方ではなく、この襟足の短い毛ではなくて、この鉢の毛がサイドのガイドになります。なるほど、うん、厚みがやっぱり違うんで。そうですね、イングラも入ってますもんね。イングラも入ってるんで、ここをガイドにしましょう。はい。で、そこをこうやって切っていくんですけど、つなげてね、さっきの角取ったところからつなげて切っていくんですけど、はい、ここもグッて入ってるじゃないですか。あ、モデルさん入ってましたね。モデルさんがここのね、骨格がグッて入ってるんですね。はい。なんでこれをこのままラウンドで切っていくと、思ってるよりも多分上がります。なるほど。長さが、はいはいはい、
あ、それやっちゃってなんかお客さんなんか短いなとかなりやすかったりするんで、こういう骨格の人、はい、どういうスタイルでもそうなんですけど、こういう時はできるだけ引きます、やっぱりボックスで。なるほど、やっぱここに対しての板で。そうです、そうです、一番出っ張ってるところに対して板で、まずは引いてあげる、引いてあげるっていう、はい、これをね、こういう形で引いてあげましょう。丸みグッて入ってる分を逃がしてあげるって感じです。でもグッて入ってるから、まっすぐ切っただけでももう前上がりになるんですよ、勝手に。確かにこれ、確かに頭なりにいっちゃうともう修正効かないですもんね。そうです、あれなんか意外とここグッて前上がりに上がっちゃったなとかなりやすい、はいはいはい、こういうのもちょっと覚えておくと骨格に対しては失敗がなくなってくるかな。さすが直吉ですね。意外と考えてるんですよ、こう見えて、こう見えて顎出てるけど、おーあー顎関係ねえ真面目に切ってるから今ここも板で、ここも板ですね。で、レイヤーとか、はい、今日はレイヤー入れるんですか。これね、レイヤー入れるんですよ、うんうん、レイヤー入れるんですけど、基本的にはあれです、乾かしから入れます、顔周りも。おお、それなんか理由あるんですか。やっぱり重さの還元が分かんなかったり、乾かしてみないとここの厚みが分かんなかったりするので、はいはいはい、どれだけ削ろうかなとか、はい、顔周りのデザインとかもどんぐらい削ろうかなっていうのは、ドライし終わった後のがやっぱ見やすかったりするので、はいはいはい、まあサロンワークで言ったらこれバーって切ってもう終わりですね。あ、じゃあで乾かして、なるほど、そうですね。で形でいこうかなと思います。はい、もっとこういうのは知りたいというのがありましたらコメントください。高評価もお願いします。お願いします。チャンネル登録は今すぐこちらをクリックリックリック。はい、じゃあ、ドライし終わったんですけど、まあこういう形になってますね。こういう形でラウンドでこういう形になってますね。はい、はい、で前髪はねこっちに引いてこうやって切ってたんで、はい、ペローンって長くだから左側よりん左分けなんで、こっちの髪の毛多いんで、はい、ここが長くなるのは当たり前なんで、はいはい、ここは出ますね。で前髪から切ってきます。で、人頭なんで、はい、このポイントがあります。手流れ見ましょう。手流れ、はい、ちょっと上から撮ってもらえると嬉しいんですけど、やっぱこういう分け目になってますし、はいはい、毛がこうやって流れてますよね。はははは。でこういうブロック、あから、前髪だったり顔周り切っていくときのブロッキングで、この毛流れに合わせないで取っていくと変なことになりやすい、うん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 、だから乾かして切るっていうのは大きい。なるほど、こういうの見れるから。で、だいたいここに生え際がありますよね、はいはいはい、取っていいのはこの生え際の延長まで。なるほど。まずでこの幅を見てデザインを決めると。なるほど、前髪のね、はいはい。で今回は、そこまで前髪多くしたいわけではないので、はい、この毛流れに沿ってちょっとこのぐらいかな、はい、で取ってきます。で毛量多いんでちょっとこうブロッキングはえぐりますね。なるほど。これ前髪のやつでやったのかな。前髪のやつの概要欄に、うん、ありますね。でこの幅で、まあ、大体ちょっと顎下ぐらいを狙って、はい、逆サイドに持ってって切ります。まあ逆サイドに持っていくと顔側の方が短くなって、こっちですね、ここが短くなって下のが長く残るんで、こういう段差が勝手に入ってくれる。はい。でここから、顔周りの方に、はい、これは前髪じゃないですか、はい、でここの顔周りを切っていくので、これも切っていくんですけど、ここもまた骨格が大事で、骨格難しいですね、うん、ここ張ってるって言ったじゃないですか、はいはい、でも顔周りって大体この辺ぐらいまでですよね、はいはいはい、さっきサイズで分けた、はい、だからここからここまでデザインしていくんですけど、こうやって骨格がグッて入ってる人って一番いいバランスになるのはこうやって肛門を押さえたところの真ん中のところ、はいはいはい、こう動いて
一番真ん中で支えられるところが一番バランスよく顔周り作る。おお、なるほど。で、これもさっきと前髪と一緒で、このスライスをこうとか取っちゃダメですね。手ながらに沿って、これはダメです、はあ、こうやって顔周り作るのが良くなって、はあ、ちゃんとここ真ん中のところ、ここを支えに、はい、こういう感じで、はい、ブロッケンを取ると、はい、こういう感じですね、はい、で、これをつなげていきます、はい、で、モデルさんは会議はあるんで、はい、これは顔周りのやつですかね。顔周りのテレビやのやつですかね。そうですそうです。それで切っていきます。これもう前髪に合わせちゃって大丈夫です。はい、もうね、ここまで来たら本当あの概要欄の切り方とほぼほぼ一緒なんですけど。概要欄すごいですね。はい、概要欄すごいです。はい、でこんな感じでちょっと切り終わったと思うんですよ。お、顔割りできましたね。顔割りできましたね。ここにこういうのができたと思うんで、はい、まあ、これを下ろしてあげるときっと左と右も長さが同じぐらいになってた。おお。ちょっと横から撮ってもらえるとこういう、ここからぐーっとラウンドしてきて、ここがクッと上がると。なるほど。で、外羽部分の時は絶対こういう顔周りのデザインはしてあげた方がいいです。なるほど。ここに角残ってると、巻いた時にすごくね、変な感じになるんですよ。おー。動きが重く見えるというか、はい、ここにちょっと軽さがある方が巻いた時に可愛いので、はい、ここはね、ちょっとこれ、ね、どのぐらいでもいいんで幅取ってあげた方がいいかなと思います。はい。はい、じゃあここからここに顔周りのデザインができたんで、レイヤーを入れていきます、はい、でレイヤーはしかもこれ脇もちょっとずれてるんで、これ紙替え使うっていう。あ、紙替え使います。紙替えと横スラレイヤーのコンボでいきます。コンボコンボですはい、それでいきます。概要欄すごいですね、はい、僕の切り方がそのままなってるんでそれはそうなるんですけど、まあモヒカンガイドここになってくるんで、はい、こっちにダイレクションかけて、はい、で、ごめんなさい、アブさん、アブタさん、ごめんなさい、前上がりで切るんで、はい、ここに合わせます、はい、ここに合わせて、これをちょっと切ってみますね。そうするとこういう前上がりになる。ここにガイドができるから、はい、ですね。で、その次8までの、8がここになるので、はい、8までのところをダイレクションかけて出てくるこういう細かい毛を切ります。で、最後8のところをオンベースに引き出して切りますね。はい、レイヤーが入ってチン、はい、こういう形になってるかなと、はい、はい、でですね、このモデルさんがさっきずっと言ってるように骨格がこう割って入ってるんで、はいはいはい、今ここに対して引き出してたからまっすぐ、はいはいはい、ここが取り切れてなかったりするんで。そうですよね、そこ重く残るんですよね。そう、重く残るんで、ここはこの顔周りに合わせて、あ、顔周りじゃない、この骨格、はい、に合わせて前上がりに取ってあげて、オンベースに引き出します。ここの毛に対してね、そこの骨格に対してのオンベース、オンベースで、はい、で、まあちょっと出てくると思うんで、このちょっとが落とした時に厚み全然変わるんですよね。そうなんですよね、このちょっとはね、すごく大事。ここを寝すぎて取るのか、ベースカットで取れるのかで全然違いますね。全然違います。もう本当ここの厚みはかなり変わってくるかなと思うんで、うん、で、あとは後ろにつないでいくんですけど、後ろもね、こすらで、
この辺をカットしますね。はい、直吉とアブタは美容に熱く仲間思いのスタッフを大募集しています。詳細は概要欄のリクルートをご覧になって、で LINE 公式アカウントから質問やお問い合わせください。一緒に横浜ナンバーワン目指しましょう。目指しましょう。イエイエイ。はい、じゃあ毛量調整していきます。だいぶね、いい感じにベースが切れてるんで、このまま毛量調整していくんですけど、なかなかね、髪の量が多いんで。そうですよね、はい、しっかり削っていきたいんですけど、まあ毛量調整はね、あれなんだっけ、概要欄ありますよね。あります、あります。何でもあります。何でもありますね、よかったです。なんでそれ見てもらえればいいんですけど、まあモデルさんのこう、あ、毛量かを見てどのぐらい削るかを決めてほしいんですけどね。今回の外羽ボブに関して言ったら、削ぐ場所が大事ですね。へえ。基本的に、外羽のボブって巻くときにこういってこういくじゃないですか。はははは。だからここがグッて入る方が可愛いんですよ。なるほど。なんでここだけワンカール入れても可愛くなくて、うんうん、ここにグッて入るから可愛いって考えると、ここの毛が一番いらない、うん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 、中間のここの毛が、うんうん、だからここの毛を、取るようなイメージで毛量調整の時もここを抜くと。そこからグッて入る場所ですね。そうです、そうです。そうするとね、ここがどん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 減ってきて、うんうん、形が少しずつ変わってきましたね。少しずつちょっとこうへっこみやすくなってきましたね。で、最後は鉢で取って、鉢はセリング入れないんで、うん、このぐらいの高さぐらいまでですかね。はい、こう、ね、ここの毛をね、一番ね、取った方がいいです。鉢の下多いですもんね、うん、多いし、あの一番厚みが出やすいところなんですよね。はは。こうなんだ、あのインぐらい入れて重ねてきて、一番ここが終着点になるんで、はは、ここが一番こう毛先に出るところというか、巻いた時に、だここの厚みが薄かったりとかすると、ちょっと巻いた時にここが可愛い。そうですよね。そうです。上はレイヤー入ってますね。そうです、上はレイヤー入れてるんで、ここが出てくるって考えると、はい、ここを意外と削いであげたりとかすると扱いやすくなる。なるほど、はい。はい、で横っちょも一緒ですね。別にあの何かあるわけではないんですけど、まあここで言ったら、あの逆に削ぎすぎないことの方が大事。そうですよね。そう、ペラペラにしすぎちゃうと、セニングでペラペラにしすぎちゃうと良くないんで、こういうところとかは削がないように、はい、ほんと厚みのあるところだけ取りましょう。でこういうのと、ここボテッとしてるじゃないですか、はい、こういうのとか、あのセニングで取りたくなるんですけど、セニングでは取れないです、こういう直毛の人とかって。なるほど。質感が結局これでバシッて入れても四角く残っちゃうんで、はいはいはい、カットラインは残りやすいから、セニングで取ろうとは思わない方がいいかなと、うん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 、で今これ毛量調整っていう意味合いでセニング入れたんで、この上とね、はい、鉢植えとこういうところの質感は違うカットの方法でやっていきます。はい、はいはい、で、毛量調整終わったんで、次は質感調整にいきます。これも概要欄あります。これも概要欄ですね。もう何でも本当にありますね。で、鉢植えがさっきセニングも入れてなかったんで、はい、まずはここにチョップを入れていきます。はい。で、ここはね、もうね、レイヤーでね、ここに落ちる毛になってるんで、もうさっきの、はい、グッて入れたいところ、はい、で、なんでこの辺がしっかり入るようにチョップで動かしてあげると。はい。鉢植えを全体的にチョップを入れていきます。はい。ここはね、こういう厚みがね、鉢植えから出てくるので切っちゃいましょう。
そうするとちょっとずつここら辺がねこういう感じで凹、うんうん、んできても見えるし、さっきのブラントのラインがねかなり見えづらくなったかなと、はい、馴染んでるのが分かるかなと思います。はい、うん、はい、で、まだまだこれでは終わらないです。こっから今チョップを入れたじゃないですか、はい、ね、手先にチョップ入れたと思うんですけど、チョップ入れられる幅ってこのぐらいじゃないですか。そうですよね。落とした時にこのぐらいの幅ですよね。はい、でもう一個ね取りたいんですよ、外羽の時は。もう一個ここを軽くしてあげると動く毛がもうちょっと幅が増えるんで、はい、だいたいこのぐらいのライン、はい、動かしてここら辺がちょっとこう動くぐらいの高さまではそぎ入れたいんで、レングスとかによっても変わってはきますけど、チョップよりちょい先のところをストロークでちょっと取ります。ほんとちょっとっす、このぐらい、ちょっとっすね、もうほんとちょっとっすね。これで毛の動きは変わるんすね。そうです、こういうところにちょっとこだわってあげたりとかするとまあお客さんにも伝えられますし、え、これ入れて意味あんのって多分今アブタは思ってるかもしれないですけど、アブタは手が痛いですちょっとカメラ持ってるからねこれでね多分ねお客さんのやりやすさってだいぶ変わるんですよ。ここ結構ね大事、マスクだけどね厚みが邪魔なんで、やっぱお客様が家で巻いた時のことまで想定してカットしてるってことですよね。あ、そうですそうです。デザイン作るだけだったらね全然いいんですけど、はい、顔に似合わず優しいですね。あ、顔がどんだけ怖いんだやめろやめろ。はい、で、最後アウトラインね、はい、今ここ上の方もね質感に出てて、馴染んできましたね、馴染んできましたね、はい、なんででも最後にねこういうブラントが残ってるんで、こういうブラントを、ほとんどダウンステムで、はい、この髪の毛と平行にチョップを入れてきます。ダウンステムの理由とは、上げちゃうとその分レイヤーが入っちゃうんで、うん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 、変な軽さになっちゃう。なるほど。だからもうこの作ったベースは崩さず、そのまま厚みだけを取っていくイメージです。こう、なるほどです。そうするとどんどんここら辺がボケてきますよね。はいはいはい、もともと深めのチョップで作ってますしね、やっぱ馴染むのが早いですね。馴染むのは早いですね。これブラントで切るともうめちゃくちゃ大変ですね。もうブラントで切ると本当大変、ベースをね、こういうカットライン出る髪質だとね。そうなんですよ、こういうね直毛のお客様はねかなりね質感をね作るっていうのはかなり難しいので、最初のねベースカットのチョップっていうのはすごい大事ですよね。やっぱね、ボブ毛が重なるから難しいんですよね。そうなんですよ、厚みが出やすいですよね。はい、でこれでもなんかもうちょっと質感入れたいなとかなんかそういうのあるんだったら、あとはこうストロークで、あ、スライドでね、スライドっすね、もう頭混乱します。直木企業マンツーマンで30万やってるからマンツーマンで30万できるわけないでしょ揚げ物じゃないですか、多分いるんだろうけどね、そういう人、僕たちはまだそこまで化け物じゃないです。そんな化け物じゃないですよ、普通の美容師ですよ超可愛くなってきたね、だいぶ可愛くなってきましたね。こんな感じで質感調整終わるんで、まあ、ここからちょっと巻きだったりとかに行こうかなと思います。だいぶね、わかりますかね、ここにこういう軽いのがあってこういう感じになるんですよね、はい、でここがこうクッて入ると思うんで、うんうんうん、もうこれだけでも多分シルエットがこういう、うん、すごい形になってると思うんですよ、はい、だからここ巻けば OK。 そうですよね、ここ巻けばもうそれっぽく、しかもイングラで結構あれイングラ入ってるから巻いた時はすごい綺麗に綺麗にふくって厚みが出るんでね、はい、これ可愛いと思います。はい、はいはい、仕上がりました。かわいい、めっちゃかわいい、かわいいっすよね、うん、この外羽の感じだったり、うん、かわいい、かわいいっすよね。で、まあカットの、まあこれ巻いてあるんですけど、うん、これね、巻きの詳細だったりとかはちょっと時間があれなんで別動画でまた配信します。おお、巻き方あるんで、おお、詳しくちょっと話そうかなと思ってます。はい、だからそちらはちょっと楽しみにしてください。で、まあカットの話したいんですけど、
こうやって、はい、いいですか、はい、だと、インぐらい入れてるんで、やっぱり巻いた時に質感がいいですよね。うん、めっちゃ綺麗。ここの厚みがそんなにボテッとしてないの分かります？うん、結構、外羽だったりとか見た時とかに結構ここがボテッて残ってる人多いんですよ。うん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 。やっぱり質感だったりとかもそうだし、ベースカットの時点でチョップを多く入れたりとか、はい、細かく質感調整、量感調整してあげるとこのぐらいちょっと動きのある外羽ボブになるんで、はい、まあ、やっぱりね、概要欄いっぱい載せてますけど、まあ一つずつちょっと確認してもらったりとかして、まあこういうね外羽ボブにできたらちょっとグルッと回ってもらえるとちょっと可愛いかなと思いますので、まあぜひともねモデルさんに直結するお話だったかなと思いますので、まあぜひとも明日からやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらカットの動画見た方が上手くなるよ。おっ、よし道場、チャンネル登録はこちら。